はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10時を回りまして、10時15分でございますね。7月14日水曜日でございまして、今日どうなってるんでしょうね、日経平均。日経平均はマイナス51、動きなしですね。マイナス50になります。ドル円は110ですね。他は特には、あれですね、10年利回りが 1.40 になって若干上がってますね。昨日のニューヨークはマイナス107、まあまあ動いてないのと同じですね。はい、行きましょう。愉快なお隣さんね、本当に、いやお隣さんなんですけどね、ものすごい違いますよね。この、なんて言いますか。似てるような、似てるところもあるんですけど、全く違うところもあって、彼らの考え方というものの一部は全く理解できない。その一つが竹島問題なんですけど、竹島という島根県の沖にある、沖ノ島のまた沖にある、まあ小さな島なんです。東京ドームが4個分とか言われてますけど。またなんなん小さな島ですよね。でそこをですね、1952年、53年やったかな、イースンマンという当時のお隣さん大統領がですね、無理やりですね、あれですね、奪ったわけですね。それまで日本領やったんですよ。でそれ以来ずっとその、まあ、日本側から言わせるとお隣さんが不法占拠している島なんです。ただもうかれこれだから70年ぐらいですか、実効支配してるわけですね。で実効支配してるで、まあ、当然お隣さんは自分たちの領土やというふうに主張してるわけですけど、それをですね、断るごとに主張するわけですよ。実効支配してる島のをの領有権を主張するっていうのも誠にこう理解しがたい行動様式ですね。例えば日本の北方領土でございますね。根室の向こう側にある歯舞、国後、色丹、択捉ですか、北方領土、まあ、の4、まあ、4島、主に4島、まあ、歯舞はちょっと群島ですけど、は1945年以来ですね、ロシアですね、昔のソビエトが占領している、今のロシアが実効支配しているわけで、日本は返せ返せって言うてるわけですけども、でこの日本の主張をアメリカも支持してるわけなんですけど、ロシアがですね、断るごとに北方領土は俺たちのもんやって自由主張を日本にぶつけてこない。当たり前です。ロシアからすると領土問題はないという立場なんですね。ないという立場 で1956年に鳩山一郎でしたっけ、当時のブレジネフやったかな、フレッシュフやったかな、忘れましたけど、日ソ共同宣言というのがあって、歯舞、色丹は引き渡すと、国後、択捉は継続協議みたいなことに決めたんですね。でそれを実効性実効性って日本は言ってるんですけど、その4と一括なんか2と先行なんかっていうところで揉めに揉めてるということなんですけども、ロシアは一貫して、領土問題は存在しないっていう立場なんで、自分たちから北方領土は俺たちのもんっていう主張を日本にぶつけていたりしないわけですね。もう一つはですね、尖閣諸島っていうのがございますね。沖縄の向こう台湾のほぼ手前ですけど、これは日本がずっと実効支配してる。もうずっと実効支配してるわけですね。で、それを中国と台湾がですね、俺たちのもんやつって主張してるわけです。で、毎日のように領海侵犯をしてるわけですけども、ここに対して、中国に対して日本は断るごとに尖閣領海は俺のもんやという主張はしない。当たり前ですけど、実効支配してるわけです。し、日中間に領土問題は存在しないというのが日本の立場ですから、いちいちですね、尖閣諸島は俺のもんやって言うたら、まるで領土問題が存在してるかのようになるでしょう。でところが竹島についてはですね、あの人たちは断るごとに竹島あるもんやつって、オリンピックでダーマーク掲げたりですね、そういうタオル旗を持って走り回ったりするわけですけど、実効支配していてですね、彼らは日本と彼らの間に領土問題は存在しないという立場であるはずなんですけど、自分たちで存在するんや俺たちもんやって言ってるわけです。不思議ですね。
まるで自分たちが違法占拠してるっていうことをですね、なんか隠すかというようにこう、まあ、後ろめたいところがあるのをですね、大声で叫んでるようなもんですよね。あのメンタリティっていうのはですね、なんとも理解しがたいというか、まあおかしいんですけど、あのなんでその自分たちはわざわざ領土問題があるという主張をなさるんでしょうね。でね、彼らのね、あのそういう主張のね、様式元にあるのはね、日本はそれを言うたらあかんという、なんかようわからん意識なんですよ。今、中央日報というお隣さん あのメディアサイトのこの記事を開いてるんですけど、五輪を10日後に控えた日本、防衛白書でまた独島領有権を主張って、当たり前やん、そんなに、あれは日本のもんなんやと、まあ、あのお隣さんが不法占拠してるんやと。それは日本は当然主張しますよね。の主張すること自体ね、あの、あかんって言うわけですよ。おかしなもんね。あの、ロシアはいちいちね、日本にね、北方領土は俺たちもんやと主張することあかんとは、ね、言いません。国の主張というものはちゃんとあるわけでして、そのね、我々が何を主張してどう考えるかっていうのは、我々の心の問題というか、まあ、国民の問題だって。いやだから、ね、あの彼らはね、要は他人の国の考えや主張までを変えようとする、変えなあかん、こうあるべきやという、なんかようわからん、本当朱子学ですねあれね、の主張があってですね、日本からすると何言ってんじゃないあいつらみたいなね。そのあれなんですよ、個々人が独立して相手方を尊重するという人間関係の基本はそうでしょ。誰かが何を考えてるか、そんなもんそこに入り込めないし、それは何をどう考えるか自由であるわけだし、何を主張するかも自由であるわけです。それが自分の考えと相入れないからといって、それをその彼のその誰かのメンタルに入り込んで、お前それおかしいんや、考え変えろというようなことを、そういう発想する人ってごくたまにいますけど、そういう人って大体嫌われてコミュニティから弾かれますよね。もうそのお隣さんってそういうタイプなんですよね、国として。よそ様の国の主張とか行動様式考え方までこう変えなあかんねんと、俺たちが正しいようにしなあかんねんというふうに、そういう発想をなさる。これ本当世界で朱子学の国だけですね。あの共産主義もそうですけどね、よく似てます。で、例えばアメリカやイギリスはそういうことは一切言わないしない、というか、まああの時々ね、あのポーズでそういうふうに言いますけども、あのそれは基本的に よその国の問題やろという発想ですよね。だからあのお隣さんが非常に得意なんですよ。非常に得意です。あの中国もね、そういうこと言うたりしたりしますけど、あいつらはもうちょっと現実的なんで、主張はしますけど、それがこうリアルなものとして、思ってるわけではないわけで、そうならなあかんというふうに思ってるわけではない、主張だけはしますけどね。まあ、あれですね。でも本当それを、なんていうのかな、主張もするし、そう思い込んでるというのは、あの、お隣さんぐらいのもんじゃないですかね。あの、もう、何年前ですか、7、8年前にセウォル号事件っていうのがございます。釜山の沖でですね、あの、高校生を乗せたフェリーが、沈没を、転覆をして最初は。で、何百人という高校生が亡くなったんですけども、あの時はまあまあ、当然大騒ぎになりました。まあ、あの自然災害ならね、それは避けられないもんですけど、まあ、ほぼ人災みたいなもんですかね、あれ。当時、パク・クネさんという大統領で、まあ、それも原因になって、彼女は辞めさせられましたけど、あの時ですね、フランシスコとおっしゃいましたっけ、あのローマ法王がですね、おっしゃったのは、あの愉快なお隣さんの人々はですね、これを機にですね、霊的に生まれ変わらなあかんっていう、霊的ってあの幽霊の霊ですね。霊的に生まれ変わらなあかんとおっしゃってて、よく分かってらっしゃるんですね、実はそのあのローマ法王は。今変わったんでしたっけね、代が。お隣さんというのは、その要はその、メンタルな面でですね、こう生まれ変わる必要があったわけですね。あのローマ法に言わせると、ローマ法に言わせなくても我々もそう思いますけどね、我々というか私もそう思います。日本国民の何分の1かの人はそう思ってるでしょうね、ああああああと思いながら。
でそのまあ一部典型的に現れてるのはこの日本は竹島の領有を主張したらあかんというそんなもんどう主張しようがその国の勝手やないかと。で大体もともとね、あの法的にどう考えたところでですね、あの竹島っていうのは日本のもんなんですよ。サンフランシスコ平和条約でも認められています。それをねじ曲げようねじ曲げようと一生懸命してて、でそれをギャン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 言えばねじ曲げられると思ってるところがですね、やっぱり霊的に生まれ変わらなあかんやろなというところではないかなと思います。これ特にありませんので、まあまあいくらでもこんな主張を見つけられます。一応言うときますと、中央日報で五輪を10日後に控えた日本防衛白書でまた独と領有権を主張という記事でございます。1行も読んでませんけど、大体書いてあること分かるでしょ。はい、はい、どうもありがとうございました。